縄市産婦人科ゆいクリニック島袋文です。以前から運動って大事だよということをお伝えしていますけど、今日はですね、寝たきり予防に貯金を始めるということでですね、老後の対策に何千万円貯めないと生活が困ってしまうよなんていうのがいろいろ言われてるんですけど、まあお金も大事かもしれないんですけど、お金と並行して健康がやっぱり大事ですよね。健康でないとっていうところで、寝たきりで お金があって介護されても仕方ないかなって、それよりはもう元気で死ぬまでボケずに自分の足で歩いていたいっていうところで、そのためにも筋肉を貯める貯金を始めようってことですね。で、筋肉を貯めることができるってことなんですけれど、まあ、運動っていうのはやっぱりこう習慣につかないとなかなか大変だなとかめんどくさいなって思ってしまうかもしれないんですけど、やっぱりその必要性っていうのを認識して習慣にしていくっていうのはすごい大事かなと思います。で、私自身あんまり運動してなかったですけど、まあ、数年前から運動を始めて、やっぱり動けるようになってくるとどんどんそれが楽しくなってくるっていうのがあるので、まあ、やっぱりちょっと今日はサボりたいっていう日もあったりとかするんですけど、まあ、それも OK、続けていくことが大事っていうところでね、今回ですね、太田博明先生の筋肉は若返るっていう本から少し紹介したいと思うんですけど、尿漏れとか骨折、フレイルは防げる、治せるっていうことでですね、で、筋肉をつける運動をするとですね、成長ホルモンとかテストステロンっていう男性ホルモンなんですけど、こういったホルモンを増やすことができるんですね。これが何歳になっても増えるということ で、この成長ホルモンとか男性ホルモンっていうのは体を若返らせる作用が期待できるということで、筋肉が増えるだけじゃなくて脂肪も減らして細胞の成長させて免疫力もアップさせるということで、筋肉をつける運動っていうのは若返りにつながるということなんですね。あとは食生活と運動習慣を改善することで、まあ、10歳ぐらい若返って見えたりしますよと。で、筋肉がしっかりつけば体の見た目も若返ってくるということで、で、食事のおすすめとしてはやっぱり年を取ってくるとタンパク質しっかり取らないといけない。また筋肉もタンパク質で作られているので良質のタンパク質を取るってことがおすすめされているんですね。で、太田先生の本の中では肉や卵、牛乳がおすすめされてるんですけど、私のおすすめとしてはこちらでおすすめ食材っていうことで、肉より魚とかね、まあ、いろんな食材紹介してますので、煮干しだし味噌汁とか含めておすすめ食材のタンパク質しっかりとってもらえるといいかなと思います。で、食べても体の中で吸収されて利用されないといけないっていうところで、どうやって食べるか、これもすごい重要なので、ぜひこちらもチェックしてもらえたらと思います。で、さっき出てきたフレイルっていう言葉なんですけど、私もですね、このフレイルとかね、ロコモティブショインシンドロム、ロコモとかね、サルコペニアとかいろいろ言葉が出てきて、なんだそりゃってちょっと混乱してるところがあったんですけど、まあ、今回まとめてみました。で、フレイルっていうのは、まあ、年を取っていって体が衰えた状態っていうことなんですね。で、これがまあ、目安として体重が減ってしまったりとか、あと疲れやすくなったりとか、あと歩く速度がゆっくりになってしまうとか、あと握力が下がってしまったり、あと体を、ね、動かす活動が低下する、こういった状態がフレイルなんですよということで、フレイルなのかどうかっていうところに関してですね、11チェックっていうものがあったりするので、またそれも見てもらえるといいかななんて思います。で、あとですね、ロコモティブシンドロームっていうのは何かっていうと、運動のに関わる筋肉とか骨とか関節、軟骨、椎間板、こういった体の状態にですね、何らかの障害が起こってしまって運動がうまくいかなくなるというような状態ですね。で、あとサルコペニアっていうのは筋肉量が減ってしまっている状態、筋力が低下している状態ですね。で、この運動不足とか栄養不足があると筋肉が減ってしまったり筋力が低下したりするサルコペニアが起こる、そういうところからロコモティブシンドローム、運動器の障害が起こってしまう。で、そうすると歩く速度も落ちたり、体の身体能力が落ちたり、精神的にも心理的にもね、弱った状態になってしまう。で、それで最終的に要介護の状態になっていくってことになりかねないよってことですね。で、筋肉が増えてくると肌に張りが出てきて見た目も若々しくなっていくと
で何歳からでも若返ることができるってことで、まあ、早く取り組めば取り組むほどお得っていうことでね、若返りのためにも筋肉を増やしていくっていうのが大事です。で、だんだんですね、年いってくるとホルモンの働きが落ちてきて運動量が減ると筋肉量も減ってしまうんですね。で、年を取ってくると30代後半に比べるとどんどん筋肉が減ってしまうと。で、日常的にどれぐらい運動してるかっていうのが とっても大切で、運動習慣が必要なんですね。で、太田先生は本の中でスクワットをおすすめされてます。で、おすすめの運動にはいろんな意見があるんですけど、まあ、一人できちんと必要なメニューをこなし続けるっていうのはできる人は少ないんじゃないかなと思うんですね。だから、まあ、もしそれができるんだったらいいんですけど、そうじゃなかったらスポーツジムでこのメニューをこなしましょうって決まったものをね、定期的にやるとか、あと自分のメニューをサポートしてもらえる何らかの形ですね。例えばアプリを使ってちゃんと決まった時期に決まったメニューをこなしてたら OK が出るみたいなね、そういうのを使うとかっていうのは必要かなと思います。っていうのは、まあ、私自身がですね、筋トレの方を勉強してですね、週に3回筋肉トレーニングやろうっていうふうに決めたんですけど、結局一人で続けきれないっていうのがあるんですね。なので続いてるのはウォーキングね、いうところなんですけど、筋トレっていうところではサポートをしてもらった方がより効率もよくしっかりできるんじゃないかなっていうのが自分の印象です。で、まあ、筋肉の繊維っていうのは休んでる時に太くなるっていうことで、ちょっと負荷のかかる強い強度の高い筋肉トレーニングを週に 2,3 回間隔を空けて行うといいですよなんていうのが言われていて、まあ、休むのも含めてトレーニングということなんですね。で、筋肉に負荷をかけるハードなトレーニングをすると筋肉に小さな傷ができて、で、それがその後で筋肉の繊維がですね、タンパク質をまた作り直そうと、壊れたのを作り直そうとするのが2日か3日ぐらい続いて、でそれで傷を治して、でそれが再生されるということで、それで傷ついて治った筋肉の繊維っていうのはより太くなるということで、筋力がどんどんついていくってことなんですね。で、おすすめの運動としては、毎日ウォーキングをして週に 2,3 回は筋トレをする、もしくは週に 2,3 回だけ筋トレするっていうと、だんだんなあなあになってやらなくなってしまうんだったら、今日は腕立て伏せ、今日は腹筋、今日はスクワットっていうふうにすると、ちょうどこう3日に1回メニューが回ってくるって感じで、そういうの部位を変えての毎日の筋トレを短時間ずつやるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。で、一度筋肉を鍛えておくとですね、筋肉トレーニングをやめて筋肉が落ちてしまっても、また筋トレを再開することで短期間でかつての筋肉量が戻ってくることができるそうなんです。なので、筋肉が戻ってくる売れる期間っていうのは、1回作ってしまうと10年から10年15年ぐらいの間はその記憶が残ってくれるということなので、15年過ぎてもまた鍛え続ければ戻ることは戻るので、全く無駄になるわけじゃないとすると、一度鍛えた筋肉っていうのは一生の財産になるってことで、もう思い立ったら吉日、今日から貯金を始めると。で、筋肉っていうのは何歳かでも増えるんですけど、早ければ早いほど増える効果はより高くなるということで、まあ、ぜひ今日から運動を始めましょうと。で、すでにもう年齢かなりいってるんだけどって言っても諦める必要はありません。もうその時思い立ったその時、何歳からでもやればその分効果が得られるということで、まあ、将来ですね、寝たきりになって認知症が起こってしまうということがないように、死ぬまで自分の足で歩けるように、ぜひ貯金を始めていきましょう。ありがとうございました。